あとはね、さっきも美容の話になったんでね、ちょっとまた美容の話少ししようかなと思うんですけど、最近の、もうこれはね、トレンドなんですけど、髪質改善っていうメニューがあるんですけど、結論から言うと、髪質改善はむちゃくちゃおすすめです。どういった人におすすめかって言われると、その方の髪質を見せてもらってからじゃないと、ちょっとうまく、適材適所でアドバイスができないので、ざっくりと、何がおすすめかっていうお話だけしますね。うちで取り扱ってる、商材の髪質改善は、髪の毛の中に、突っ張り棒みたいな、ぴょんと、髪質改善できるんですよ。そうなんです。で、うちにある、メニューは、髪の毛の中に、熱で、熱に反応して、髪の毛を内側から、丸くしていくっていう、ものなんですけど、あ、ベンさん、了解です。そうなんですけど、その髪質改善のメニューもいろいろあって、でので、僕のお店で取り扱ってるものに限ってのちょっとお話になっちゃうんですけど、うちの取り扱ってるメニューに関しては、髪の毛の中に、髪質改善の専用のトリートメントを導入して、で、それを、しっかりと中に入れ込んで、で、ここからが面白いんですけど、普通に、顔を温めたりして、浸透はさせるんですけど、流しちゃうんですよ、全部。もう洗い流しちゃうんですよ。で、洗い流して、もうそのまま乾かしちゃうんですよね。仕上げですね、いわゆる。普通に乾かしちゃうんですよ。で、完全に乾かしてから、最後、ストレートアイロン。よくある癖伸ばすやつですね。あれを通すんですよ。要するに、トリートメントをつけ、濡れた髪にトリートメントつけて、で、時間を置いて流して、乾かして、アイロンをして、終わりなんですけど、それだけで髪の毛の中に入れたトリートメントが反応して、髪の毛を内側から強くしてくれるんですよね。強化するっていうのかな。それで髪質が、改善されるっていう理屈なんですけど、ただ、トリートメントって、皆さん、考えがちというか、イメージするのがダメージ補修とか、しっとりサラサラとか、そういったちょっと抽象的なことをよくイメージされるかなと思うんですけど、トリートメントって、大きさがあるんですよね。分子って言ったらわかるかな？ちょっと難しくなっちゃうかな？大きさがあるんですよ。とにかく。で、形状によって液体なのか、クリーム状なのか、リキッド状なのか、またまたジェル状なのかによって、髪の毛の中に、あ、そうです、そうです、そうです。ナノとかピコっていわゆるそういうことですね。でも、そのナノとかピコはあくまでも呼び方なので、それにあんまり惑わされない方が、